中条藤助は戦国時代の武将。越後国の国人領主中条氏の第十九代当主。沼水軍奥山省の鳥坂城主。陽北州三浦島で七手組大将の一人。上杉謙信の家臣筆頭として晩年まで第一線で活動を続けた。中条定氏の子として生まれる。中条氏は相模国の名族、平清三浦氏の支流で、 鎌倉幕府の初代侍どころ別党で13人の合議制に名を連ねた和田義盛の弟の流れである。和田合戦を経てこの系統が三浦和田氏の着流となる。明王三年、戦死した父、定氏に代わり、家督を継ぎ取り坂上上主となる。永昇四年八月、越後守五代、長尾亀影が守護、上杉夫妻義を吸収し、自陣に追い込んだ。 ためかげは、上杉貞真を新守護に担ぎ出した。藤助は、他の洋北州の諸氏が、半長尾陣営に組みする中、ためかげを支持し、新守護の貞真に仕えた。同年9月、一族の築地・忠元、洋北州の大宮ス、タ実州と共に、半ためかげ側の本城次長の居城、本城城を攻め、これを陥落させる。次長は、弱子、矢次郎を討ち取られ、 城を退去した。この功により、サダより、奥山省荒川穂のうち、上条文を恩賞として与えられている。英章5年5月、同じく半ため影側である、色部正長の居城、平林城を攻撃して陥落させる。正長はため影に聖書を出して降伏した。英章10年8月、藤助は、ため影と血板起承文を交わした。同月、 藤助を介して、ためかは安田実習とも欠板起承文を交わしている。一時、上条貞則の反乱に組みしたこともあるが、結局は、ためか方に起算している。ためかの没後、伊達種宗の三男、地元を貞座ねの養子に迎えた手主の援助の下で、守護権力の復活を図ったが、天文の乱で頓挫した。影虎の守護団擁立天文十七年、藤助は、 長尾ための後を継いだ、晴れ景に変えてその弟の長尾影虎を守護代に、擁立しようと画策した。まず来た、信濃国の中野城主で影虎の王子である、高梨正頼と結び、越後の国人たちの調略を裏で進めている。影虎の補佐役である、本城美濃をはじめ、影虎の母方の家である住か義木主、長尾影信、みかん城主大久回さしゅ田城主、 なおえさねつな、三条城城主、山吉幸森らが加わり影虎派を形成していった。この動きが、守護代、晴れ系の知るところとなり、親晴れ系派の坂戸城城主、長尾正影や藤助と対立する同族の黒川城、城主、黒川清美らと、武力抗争となった。しかし、同年12月30日、この事態を憂いた守護、 サダザネの朝廷によって和義が結ばれ、晴レは影虎トラを養子とした上で家督を譲り、引退した。影虎トラは19歳で、守護大長尾家の家督を相続した。2年後の天文19年2月26日、サダザネが後継者を残さずに死去したため、同月、守護大、影虎トラは室町幕府から、白笠袋と毛仙の倉服の使用を許され、 越後国主として認められることとなる。この時期守護大の地位を得ていたことは、影虎改め上杉謙信が戦国大名として飛躍する上で必要不可欠な要素であり、影虎政権にとっては最重要とも言える事件である。以後藤助は影虎の重臣として一門に次ぐ待遇を受けた。関東出兵永禄2年4月、影虎は二度目の上落を決行し、 大町天皇、将軍、足利義輝に拝慮した。この際、影虎は義輝から官僚並みの待遇を与えられ、そして関東官領上杉県政への助力を正式に許可されるおうち書きを得た。この創居と帰国の無事を祝賀して、配下の諸将が影虎に立ちを贈呈した。この時、藤助は、広大ちの衆として立ちを献上していることがその、目録。 侍衆たちの次第で確認できる。そしてその席地も一門に次ぐ位置にあり、重い待遇を得ていることがわかる。その後も各地で先行を挙げ、川中島の戦いでは影虎より血染めの感情をもらう。去年は77とも80を超えていたとも言われる。片笛、片髪草、テル虎一世中は防失あるマジック校、中条家文書書集。 上杉テぎてるとらき勝により抜粋な課氏は、三浦長と森平太夫ため通りを外する三浦和田氏の総領家で、藤助は第19代当主に当たる。ありがとうございます。